皆さん、こんにちは。本日もスプラ3の動画を撮っていきましょうか。そして、もしスプラトゥーン3をやってる方は、ぜひ、チャンネル登録をこの機会によろしくお願いいたします。スプラ3の動画、ほぼ毎日投稿しておりますので、ぜひ気軽によろしくお願いいたします。さあ、ということで、今日はですね、こちらの話題、触れていきましょうか。今、こちらがかなり話題となっておりまして、なんと、10月5日、トレンド入りしてました。これすごいよな。朝からトレンド入りしましたからね。はい。まあそういったところでこちらの話題、かなり有名ですので、多くの方がご存知じゃないかなっていうところですね。で、今日はですね、こちらについて個人的に思ったこと、そちらを共有していければなと思ってます。42キルした画像をツイートして、初心者狩りと荒れてしまう〇〇っていうところで、まあ率直な感想としましては、これは、かわいそうだなと思いました。いや、正直これかわいそうではあるよね。まあ、どちらもかわいそうっていう言い方が正しいかもしんないですね、これは。では、客観的な意見を見ていきましょう。で、まず、ツイッターで最新にしましょうか。で、最新にするとこんな感じ。初心者狩りと言われてるけど、それは違うくないか。外野は黙っときゃいいもの。首突っ込むから。燃えて謝罪とかさせられるんだろう。そんで謝罪コメントが出たら熱い手のひら返しか。おめでてえな。匿名だからって何言ってもいいと思うなよ。これ擁護してる人、尊敬している〇〇以外に同じことされてリザルトさらされたらブチギレてそう。いやけどちょっとこれかわいそうな気がするけどね、これ。バンカラマッチのオープンで初心者の友達と一緒に入って無双して怒られるみたいな。強すぎて怒られるっていうのが、ちょっとあれっすよね。うん。いくらアサリがノックアウトしにくくても、あのキルレでノックアウトができないなんてありえなくないですか？いや、どうなんだろうね。これはちょっとかなり難しいところがありますよね。42キルしてルール関与せず草、とツイートすれば荒れると思う。なんで謝罪してたのかって思ったら、初心者フレンドと潜って低いレート帯で、初心者狩りして切ってたからか。いや、けどさ、バンカラマッチのオープンって、あれ、例えばさ、一緒に入るとすると、強い味方の方、まあ、例えば自分の方が強ければ、強い自分の方にレートが補正されるんじゃなかったっけ？ちょ、あれね、内部レートだからよくわかんないんだけどさ、それとも平均になるのかな？例えば自分が、まあ、2000だとすると、まあ、味方が1000ですと。で、合計1500。なので、自分のチームが1500だとすると、相手が1500付近で来るっていう感じなんかな。まあそれとも強い味方にレートが引っ張られるって感じなんかな。平均レートじゃなくて最高レート同士で当たるみたいな感じなんでしょうか。まあ最低レートで当たるっていうことは考えがたいからね。どうなんでしょうか。まあチーム内平均パワーみたいな感じで当たる気がするけどね。なんかそれこそスプラ2みたいな感じでさ、どうなんでしょうか。ただ確かにそれを考えると弱い味方のレートにもよるけど、まあ、確かに初心者狩りかどうかちょっと怪しいところではありますけど、うん、厳しいところがありますよね。オープンマッチで無双した。けど、これってどうなんだろうな。非常に難しいところではありますよね。いやーけど本当にこれはかなり難しい問題だと思いますよ。いやーどうなんだろうね。初心者狩りの定義が難しいからね。まあそもそも、めちゃくちゃ上手かったらさ、まあ極端な話、敵が強くても無双しちゃうからさ、どうなのかなっていうところもあるし、本当になんか敵が初心者かっていうのもわかんないからね。まあそこがちょっと何とも言えないところではありますよね。バンカラマッチオープン。だからそんなこと言ったらさ、上手い人、バンカラマッチオープン。友達と一緒に遊べないわけだからさ、なんかそれはそれでかわいそうだから、いやーけど、賛否両論ありそうだなと思ったけど、どちらかというと、なんか否定的な意見が多いみたいですね、今見てると。まあ自分はそんなことないんじゃないかなと思ったんだけど、そうなんだっていう。まあもしよろしければですね、皆さん、この件について、コメント欄にコメントいただけると幸いです。よろしくお願いします。私は、こう思うとか、俺はこう思うとか、いろいろ意見があるかと思いますので、皆さんぜひね、意見を共有していただければと思いますね。ただまあ初心者狩りに関しては、それこそね、スプラ1とかスプラ2の時から嫌われてたから、まあそれも相まって、まあ炎上してしまったのかなっていうところがありますよね。ただ思ってる以上に炎上しててびっくりしたな、だってさ、ツイッターのトレンドでゲームトレンド1位でしょ。やばくないですか？普通なんかそんなありえるんだって思って。
まあ人気者は辛いみたいなところもあるんですかね、これは。はい、まあそんな感じでございます。けどアサリってさ、確かに42キル取れるんであれば、まあ味方も17キルとかしてるわけだからさ、まあノックアウト確かにできるっちゃできるよね。だからまあひたすらまあキルを取ってたと言われても、まあ仕方ないところがあるのかな。まあパンカラマッチチャレンジじゃないからね、オープンだからね。まあ練習で来てる人を見るから何とも言えないところだけど、ただ42キルが確かやりすぎな感じもするよな。うん、まあそんな感じでございます。まああくまでこの動画で話してる内容というのは個人的な見解ですので、参考程度に受け取っていただければと思います。よろしくお願いします。で今ねガチでやってるんだけど、確か42キルは確か難しいよね。42キルは確かに難しい気がするな。でも42キルとか俺さ、実際問題スプラ3で見たことないんだけど、ひたすらリスキルしまくってるみたいな感じなんかね。うん、まあいいや、そういったところで今日の動画一旦終わりましょうかね。まだチャンネル登録をお済みでない方がもしもいらっしゃいましたら、ぜひこれを機会にチャンネル登録して、これからもスプラ3の動画を見ていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。そしてスプラ3の動画に関しましては、再生リストにかなりの数ございますので、ぜひそちらの動画もご覧いただければ幸いです。いやーけどバンカラマッチ楽しいですね。うん。普通に楽しいわ。ただチャレンジも確かに楽しいんだけどさ、オープンやりたくなる気持ちもわかるわ。あとさ、バンカラマッチのオープンで思い出したんだけどさ、リーグマッチってあれいつ実装されるんだろうね。まあ、そもそもさ、バンカラマッチのオープン、まあ、別にこれでもいいっちゃいいんだけどさ、やっぱリグマやりたいなと思いました。リーグマッチさ、まだ追加されないよね。だってスプラ2の時って最初からできたでしょ。なんでリーグマッチだけ今後のアップデートで追加なんだろう。まあ、確かに X マッチに関しては今後のアップデートっていうのは、まあ、すごいわかるんだけどさ、リーグマッチ今後のアップデートで追加っていうのはちょっとよくわかんないよね。ま、いや、そういったところで今日の動画終わっていきます。なんか言いたいことがたくさんあったので、ラジオ系動画になってしまいましたが、ご了承ください。っていうことで、今度こそお疲れ様でした。バイバイ。そういえば、あと1週間か2週間ぐらいで、武器修正のアップデートやってくるんじゃないかな。まあそれこそスクスロとかがもしかすると修正されるかもしれないんで、なんかそれを考えるとめちゃ楽しみですね。ようやくスクスロが修正されるのかっていうね。まあスクスロやばいからね、本当に。あれどうなってんだろうね。明らかにさ、判定がおかしいんだけど、あの武器だけ。さあ、そういったところで今日の動画終わっていきましょうか。ってことでお疲れ様でした。